はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今回は新しく追加されたコルダイトではないんですけど、コルダイトの、連続キル動画になってます。今日はね、久しぶりにちょっと後付け動画になるんですけど、次回はちゃんとしたね、実況動画、後付けじゃないものをね、ちゃんと用意するので、今回はね、ちょっと許してください。で、なんでね、今日は後付けかっていうと、この試合ね、ちゃんとね、録画してたんですけど、なぜか声だけ取れてなかったので、すいません、今日はちょっと後付けでやらせてもらいます。で、最初ちょっとマドックスになってるんだけど、これは武器の切り替えがね、間に合わなかったんで、死んだらね、コルダイトに切り替わります。で、結構早めに死んじゃうんで大丈夫だと思います。今回やってるルールは、新しく追加された、なんだっけ名前が出てこない、ストックファイルだかな、あの BO3 の時にあったフラクチャーっていうルールなんですけど、敵を倒すと、まあちょっとね、デポジットっていう、まあ今作はなぜか四つ葉のクローバーなんですけど、まあそれを拾って目的の場所に届けるっていう、まあちょっとキルコンに似たルールですねだから新ルールではない、過去作にあったやつなんで。で、今回はなぜかね、そう、四つ葉のクローバーが落ちるんだけど、なんで四つ葉のクローバーが落ちるかちょっとよくわからない。ビオスの時は確かね、赤いデポジットっていうなんか電子アイテムみたいなのが、すごいわかりやすいやつが落ちてたんですけど、なぜか今回は四つ葉のクローバー。まあそこはちょっと謎なところです。で、今回のアタッチメント、グリップ、ラピッドファイヤー、ロンバレはつけてた、ロンバレはつけてない、あれだ、オペレーションモッドで弾をね、600発にしてます。リロードなしっていうやつですね。まあコルダイトは全然レートは高くていい、強いんですよ、全然強いんだけど、ブレがさすがに大きすぎて、ちょっとね、近距離しか強くないというか、正直長所が少ないので、あの弾をね、リロードしなくていいオペレーションモッドをつけて、継続戦闘能力を上げるって言ったらいいのかな。まあそう、長所を一つ増やすことによって、まあ使える銃になるんじゃないかなと思います。むしろオペレーションモッドつけると正直ちょっと微妙かなっていうところがあるね。まあ弾でゴリ押すっていう感じです。で、こっからしばらくコルダイトに変えてから死なないと思います、ほとんどこの試合は。まあなので安心して見ていってください。ちなみに新マップですね。新マップというか、追加マップか。僕がちょっと休止中に追加されていたマップになりますね、ここは。なかなか面白いと思う。このストックパイルのルールには合ってるかな。広いマップだと正直ね、この拾った四つ葉のクローバーを届けるのが正直大変でね、全然、両チームとも、ポイントが入らなくてタイムアップで終わるなんていうことがあるんですけど、このマップはなかったから、まあマップはこのルールに合ってるんじゃないかなと思います。はい、というわけで一通り喋ったね、一気にまあこの後はちょっと試合の解説と、まあ最近のちょっと話をしたいと思うんですけど、そう、今日ね、なぜか僕のインスタグラム、ちょっと前にインスタグラム始めたんですよ。あんまり更新してなかったんだけど、最近。なぜか今日ね、見たらね、アカウント停止食らってて。なんでだろうね。何も変なの上げてないですよ。むしろ、全然上げてない、正直。顔、自分の顔と、まあ、ちょっと、なんだろう、街並みとか上げてたぐらいなんですけど、なぜかバン食らってて。一応、お問い合わせはしたんだけど、なんか、こういう同じ症状の人が、突然アカウント停止食らってたっていう人が結構いるみたいで、で、そういう人たちは、まあ、報告したけど、結局治んなかったっていう方々が多いらしいので、ちょっと心配。まあ、全然上げてなかったから、正直もう一回作ればいいんですけど、まあ、ちょっとびっくりしたね。まあ、もし同じ人いたら、コメントしてくれると、もしこういう対策しましたよって、こうしたら治りましたよって教えてくれたらね、嬉しいです。それと、何回も宣伝してるから、もうすぐね、実物も来るんですけど、ラッシュのアパレルのロンティーもね、今日ちょっと写真撮影してきたんですけど、4月から発売ですね。もうすぐ、今予約中なんで、よろしくお願いします。じゃあ、こっから、あ、でもほとんど、もう50点台に来そうだね。まあ、
まあこのルールはポイントがめちゃくちゃ美味しいんで、敵を倒した時のポイントと拾った時のポイントと届けた時のポイントでかなり美味しいので、本当にスコアストライクがね貯めやすいですね。今回もスナイパー入るとストライクチームが結構回ったと思います。今何連続キルぐらいだろう。でここは上にいるの分かってたんでちょっと無理はせず、届ける場所がね敵がいるところなんで無理をせず行って、ここをクソエイムして一旦逃げて UAV 出して、でこのダイと中距離全然打ち合えないのでこういう風にアサルト拾ってますね。いつもアサルト拾ってなるべく切り替えて戦うっていう感じ。さあここはなんとか勝ってここも切り替えて戦う。ごめんなさい、ちょっと花粉症がひどいから。ふぅ、ちょっと苦しくなってきたけど頑張ろう。で、コルダイトも、まあ、全 SMG そうかな、今作。やっぱり中距離弱いんで、AR とこう正面の打ち合いになった時は、なるべく横移動して、横移動して、なんとかこう、弾を避けて打ち勝つっていう方法じゃないと、全然勝てないんで、SMG 持つ人は、とにかく横移動意識した方がいいですね。でビジョンパルス、僕的におすすめなのが、まあ、自分が得意じゃないマップとか特に新マップとかこうマップの構造とか分かんないじゃないですか、どこから敵が来るかなとか、そういう時はビジョンパルスとかねレーダー系おすすめですね。あの敵がどこから来るか分かるんでマップ分かってなくても。でこっからかなり連携続くんだけど、あれ僕コルダイト、あれコルダイト持ってるこれ、僕、もしかしてさっきコルダイト捨てたんじゃないか。コルダイト捨ててるね、これ多分。今、VAPR とマドックス持ってるんじゃないかな、これ。あれ？ああ、捨ててますね。何をしてるんだ、僕は。今回ちょっとコルダイトやろう。まあちょっと、ごめんなさい。コルダイト捨ててるね。あれどこで捨てたんだろう。こっからね大量に来ちゃって死んじゃったんだけど、これで確か47連続キルだったかな。いやーちょっともったいなかったですねこれは。いや逃げてればよかったんだけど、ちょっと調子に乗って打ち合いすぎてしまったかな。コルダイト弾どれくらいだったかな。弾結構まだ余ってた気がするな。さあ、あとは53点か。ストックファイルは基本このゴール地点届ける場所が、まあ、1分ごと移動するんですけど、ごめんちょっと鼻が詰まってきた。1分ごと移動するんですけど、まあマップの端とかになるわけなんで、まあなるべくこうゴール地点のリスを取りたいですよね。ゴール側で芋って敵が寄ってくるから倒して拾って入れるみたいなのがまあ理想なんだけど、まあ正直公開マッチなんでそんな難しいことはもちろん考えてないんだけどね本当は。まあ、理想はね、理想の戦い方っていうのはねゴール地点で待つっていう戦い方だと思うんですけどね。まあ公開マッチなんでそんな気楽でいいと思うんですけど、これ敵にゴール地点に先頭に焚かれたのかな。あでももうこれで移動してますね、ゴール地点が、まあ、反対側に移動してるね。さあまだ53点だな。これ僕がさっき連続経由して8個ぐらい持っていたのをそのまま入れてたら終わってたのかな。ちょっとやらかしちゃったね。さあいっぱい落ちてますね。こんな感じで敵にまあ取られてもゴールまで入れられなければポイントにはならないから、まあ落としちゃってもそんな焦んなくてもいいですね。はい、というわけで58-5、まあ、23デポジットの、まあ、23個入れましたよって感じなんだけど、まあこのルール結構やっぱ入れるの大変だね。なんか結構入れた気でもあんまり入ってなかったりするのね。はい、というわけで今日は新ルールと
まあ、動画にするのは初めてのコルダイトかなと新しいマップという感じでした。今日はね後付けって感じだったんですけど、また次はちゃんと、ね、実況動画出したいと思うのでよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun.